お兄ちゃん。おはよう。ちょっと待って、お兄ちゃん、エリナがまだだよ。今朝ちゃんと起こしたんだけど、もしかしたらまた寝てるかも。待ってったら。早く様子を見に行った方がいいんじゃない？うん、見てくるよ。エリナ、やっぱり寝てた。それにしては結構早かったわね。古墳メイクニャ。行ってきまーす。多分大丈夫だよ。朝はよくあることだから。高よし新作好きです。はい。知らないですか？長州藩士ですよ。チャーシュー？ガムはキシリトールです。はい。お口のエチケットガムです。
楽です。他にもあるです。例えば眠たい授業にはこれ、眠気すっきりガムです。聞きますよ。というよりお菓子は持ち込み禁止のような。嫌です。先生、固いこと一個なしです。遅いです。ここまで来たらもう走らなくても大丈夫だよ。おはよう。初日だというのに随分ギリギリね。朝礼があるから早く荷物置いてらっしゃい。視聴覚教室の隣が矯正の先生方の控室になってるから、視聴覚室はわかるわね。朝礼は中運動場であるからそのまま向かいなさい。私は先に行ってるわね。あ、みさきくん待って。
ほら、廊下は走らないの。ありがとう。笑ってる場合じゃないでしょ。急いだ方がよくない？夏越里奈です。美咲くんとは同じ大学なの。よろしくね。
美咲くん。1時間目から2の4で授業があるから、教科書を持って職員室に来てね。いよいよね。どう？心境は。へえ。君でも緊張するのね。これだけど、毎日帰る前に1枚書いて提出すること。それと、後で時間割をコピーして渡すから、それまではあそこの表を見てちょうだい。他の先生の授業もみんな書いてあるから、ちょっと見にくいかもしれないけど。では、これから我が2の4へ案内します。ついてきて。ご名答、女組です。女の子ばっかりで騒がしいけど、気遅れしないようにね。
創生も一緒だ。ほらほら、ホームルーム始まるからさっさと教室に入りなさい。おはよう。先ほど朝礼でお話のあった通り、うちのクラスでも矯正の先生をお迎えすることになりました。美咲先生、どうぞ。こらこら、それはどういう意味よ。君も何を言ってるか。では、質問はそのくらいにして、授業に入ります。先ほど連絡があったように、朝礼のあった分、授業は10分短縮の40分で進行するから、チャキチャキ行くわよ。どうだった？
ね。でも教えるのは教わるのより難しいところがあるのよ。ねえ、美咲くんってば。本当に一度妄想を始めるとなかなか帰ってこないんだから。変なこと考えてたんでしょう。違うの？また一人で屋上で食べるつもりかなと思って。じゃあね、次は3時間目だから遅れないようにね。